さあ今からこの千円札にサインをしていただくんですけども、はい、いいんですか、考えて、はい、でちょっとカメラさんは一応ひょっとしてこういう映像がやらせたと思われる方いますから、このナンバーも控えてください。 NH442811X、 そしてさらに、はい、どこでもいいです、好きなところに貼ってください。顔に貼ってもらいます。ちょっとかわいそうですね、この札かわいそうですね。貼るところは考えた方がいいと思います。あ、そうですか、はい、でこのまま折ってきます。ぐる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 巻いてきます。お札をこう小さく丸めてきます。でさらにここに、はいはい、ハンカチ、ハンカチ、はい、ハンカチがありますけど、はい、ここにお札があります。この中にちょっと持っててもらって、はい、さらに出してくるのがこの中に、あ、1個ここにこういう、なんだろう、ちょっと銀紙これ持っててもらって、はい、ここにお客さんがサインしたお金と、お札今入ってます。ここにちょっとお土産です。お土産、このお土産ちょっと見てもらっていいですか。これちょっとカメラさんにこう見せて。お土産、じゃがいもじゃないですか。あー、じゃがいも、これ絶対どこにも切れ目ないですよね。ないですよ。はい、じゃあいきますよ、うん、まずお金がこうすると消えちゃうんです。え、消えてどこ行ったかというと、ここにありまして、ここにも入りました。ちょっと中に開けてもらって、中開けてもらっていいですか。うっそー、だってレモン、あ、レモン、レモン、レモンだった、じゃがいもじゃなかった。はい、さあこのレモンをよく見てください、うんうん、どこにも切れ目がないこと見てください。ない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 ですよね、うん、じゃあこのレモンを切る、ちょっと待ってください、僕は触ると怪しいですから、ちょっとお客さん、お客さんよくカメラにどこにも切れ目ないこと見てもらっていいですか。切れ目ないです。でこっからですよ、私一切これ完全にリップされてて、これ切ってもらっていいですか。ここ横に切ってるんです。ここ、はい、あ、あんまり切りすぎると、え、あ、ちょっとでいいですか。そうですね、はい、はい、でこれをグッと、え、グッとこう開けて、おー、ちょっと取ってもらって、え、開けてってです。開けていいんですか。私ほとんど触ってないですよね。触ってない。何、あー、すごーい。ナンバーもちょっと見せて、 NH442 これは 811ZX か、 X でちゃんとゆっくり、あー、すごーい。究極のレビルインレモンです。